はい、どうもひろです。今日も Vlog の時間がやってまいりました。今浅草歌劇場の入りしまして、これから芸能ということでセッティングしてます。まあ、ギターの足元はねこんな感じで、今回 LINE なのでアンプとか使わないから、かなりシンプルです。はい、イヤモニしてね最後までやりますので、ドラムセットして鍵盤セットしてギターセットして、なるみさんもねベースの機材をセットし終わりまして、ちょっとまたね取材をさせてもらおうかと思ってます。はい、まあいつもの通りシンプルですね。シンプルですね。今回あれですね、今話題のワイヤレスが、ワイヤレス今回もう初導入の、X5 の、ちっちゃいね U2X なんとかかな、すげえちっちゃい ね、こんなちっちゃいのでいいんだねっていう時代になっちゃったね。すげえわ。めっちゃ流行ってるんでしょこれ。めっちゃ流行ってる、ちょっと、しかもねめっちゃ軽いからねこれ。すごいね。いや確かにね長いシールド結構重いからありかもしれないね。ベースにはいいと思う。ギターには分かんないけど、ベースはなんか俺の場合は浪感がちょっと増えた感じ。レンジが下に広い。なるほど。2個使った感じ。デジタルっぽいな。嫌な変化ではないということですね。嫌な変化ではない。で、まあ増えてるのは削ればいいから。嫌なら。真ん中のミッドとかが変になっちゃうと困るけど。でプリアンプに入って、で、前もね、前も紹介しましたけど、で次にこの黄色い丸い何ですかこれ？これはね、テニスボール。テニスボール。これテニスボール。これなんか大事な。結構肌身離さず持ってますね。なんか、まあテニスボール。こうやって引いたり。ああ。こうやって弾いたり含め、いつもよくライブに来てる人が知ってると思うけど、はい、大体曲中でこうやってること多いんで。やってたっけ？そうやって地味になんか、なんだっけ、スライドバーみたいなのをこう、なんか弾いたりとか。こう、ピックみたいに使えるみたいな。いいですね。ダウンピッキングいいですね。このなんかダウンピッキングなのになんかアタック感がなんかガシャッ、いいね、ガシャモワッとした謎の感になります。かなりオリジナリティある素晴らしいですね。まあでもこれね、あの長時間弾く時とかいいですか？絶対あのねいいんですよこれ。こうやってねなんか腕の細かいところとか、はいマッサージしてすげえ、ほんと細かいところまで揉みほぐせるから、ね、もうこれはテニスボールはこれ、まあ、どっちかっていうとこれが正しい使い方のような気もしますけど、テニスボールこうやって家でやるんですね。家でゲームしながらこうやってテニスボールでほぐしてますね。なるほど。あの 手を使うとで、チューナーが来て最後にこのなんですかこの、これはフォームローラー。これもさっきのテニスボールと一緒で、まあ、空中も切られます。こうやってこれがねスライドバー的な、まさかのたりこれねでかいんですよスライドバーが。これをでかすぎるんだよこれ。腕にはめてこうです。でかすぎるんだって。だから使いづらいからこれ。しかもボコボコしてるし、表面直しくはもうこうです。こういう弾き方ですね。あ、いいね。これ腕で弾きたいけど、痛いっていうのに、これを使えば痛くないんです。こうやって弾いたら痛いんです。痛いけどこの奏法をしたいっていう人のために、痛いけど、痛いからこれをつけようね。痛いけど我慢しようよそこは。なるほどね。でも新しくていいですよ。なるほど。ということでね、数々の新兵器をね、
導入して、なるみさん本番に挑みますので、はい、これの正しい使い方良かったですけど、あ、それの正しいこれはあのフォームローラーで検索すれば、はい、ググってください。正しい使い方がいっぱい出てきます、はいはい、これはめっちゃおすすめ、はい、めっちゃおすすめのフォームローラーです、はい、ありがとうございます、はい。